特に若手がね、よく触れてますよね。あの大きいものを打つ者もいればね、そのまあ、あの確実性を求められる者もいるんだけども、非常に若手が触れてるので、楽しみですね。まずは糸井さん、41歳で、私も41歳までやりましたからね。41歳であの運動量こなすって大変なんですよ。しかも若手となのでね、はい、いやあの彼のやる気っていうか切実なね、今年にかける思いっていうかね、それを見た感じがします。もちろんね、疲れてたりねするんで打てない時もある、まあ、いいパフォーマンスができない、練習ができない時もあるんでしょうけども、何しろその体を動かしていることに対してもう涙が出るぐらい頑張ってるなと思いますね。あとね、若手はね、皆さん多分いろいろ見てると思うんですけど、今日ね、長坂、彼すごいバッティングセンスしてるね。ただし一つ足らないところがあって、それはね、パワー、スイングスピード。彼ね、キャッチャーだということなので、そんなにやる時間ないかもしれないけど、上としてね、鍛えるとバットスピードを上げると、彼すごいバッターになるなっていう、そういうものを今日見せてもらいましたね。各ポジションで、いろんな競争があるのでね、それを見て楽しむっていうのも一つですし、あとは、まあ、若手の活躍ね、まあ、もちろん今年っていうことじゃなくてね、長いスパンで見てあげる、この選手がもしかしたら来年伸びるんじゃないかとかね、今年にはどうなんだろうとかって、開幕のスターティングオーダーに入らないかもしれないけども、非常に面白い選手を見つける、でその選手をしっかり応援していくっていうのも、ファンの楽しみの一つになると思いますんでね、いっぱいいますんでね、若手そうですね、ホームランバンバン打つという若手はちょっとあれですけども、何しろ駆け込みが速くてね、守備が上手くて、シュアなバッティングをするっていう選手も多いのでね、そういう人らをこう長い目で見ていくっていうのも楽しみの人たちなんだと思います。ロハスジュニアは、ここ私10日間いますけども、今日が一番良かったかな。ただちょっと物足らないんですよ。もちろんね、公式戦がこう近づいてきた時にね、いろんなこのものが出るんでしょうけど、まだに彼らの中では、今まではキャンプ、ちょうどキャンプインぐらいでしょ、メジャーの選手だったらね。なので、まあ仕方ないんでしょうけど、本当にサンズが抜けた後なんでね、得点力っていう点でもね、頑張ってほしいなと思いますね。マルテ一人はちょっときついですね。スアレスの穴ですよね。誰がそこに来るのか、まあ、この時期に決まってるっていうのはもうそれはね、監督としては安心なことはないでしょうけども、まあ、誰が適材適所に収まるのか、この1ヶ月間ね、監督首脳陣大変でしょうけど、何しろスアレスの後側、これをまず見つけないためですね。ありがとうございました。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。